こんにちは、原田純です。お元気でお過ごしですか？今日はギガ人っていうニュースサイトが発信しているあのニュースなんですけど、ザ・カンバセーションっていうオーストラリアで誕生した学術関係者や専門家の研究を分かりやすく解説したニュースサイトの、 あの記事を紹介しているので、その記事の中から今日のお話をさせていただきます。もう何度もお話していると思うんですけれども、性行為マグアイはあの体の免疫機能を向上させたり、精神的に、まあ、あの落ち着いたり、偏頭痛がなくなったりという、あの大きな体に良い効果をもたらすことは分かっているんですけれども、それがですね、その、まあ、若い時は皆さんせっせと励んでいらしたと思うんですけれども、年を取るにつれて、だんだん遠ざかってしまう、性生活から。でだけどですね、あの実は年齢を重ねるにつれて性行為の質が向上していくっていうことが分かったそうです。でなんでその質が向上していくかってことなんですけれども、当然まあね、体力的には衰えていくわけですから、それはもうどうしようもないことですよね。もう年を取ったら卒業とか日本では言っている人が多いですけれども、そのオーストラリアなんかでの研究によると、質がどんどん向上していくと。まあアメリカなんかでも60歳以上の男女の大多数が月に 2,3 回は性交渉をしているそうです。でこれは若者より数が多いんだそうなんですよ。でそういう意味でその性生活っていうのは高齢になっても非常に大切、みんなが大切に思っているっていうことなんですね。もちろん健康のためにもなるし、で性機能は低下するんですよ。これはしょうがないですよね。男も女も衰えます、体が。だけど質が低下してないっていうんですよ。質は上がってるっていうんですよ。皆さんどうですか？質上がってますか？これはね、20歳から93歳までの被験者6000人以上を18年間にわたって追跡調査した研究なんですけど、やっぱ性交渉の回数よりも質を重視するようになってるっていうんですね、高齢になるにつれて。でいろいろ考えたり試したり努力したりっていうことを若い頃よりずっとしてるっていうことなんですよ。それはなんかすごくよくわかるような気がしますよね。若い頃はもうなんか無我夢中っていうか、自分勝手というか、まあ女性はね、なんかちょっと演技したりしているのが、年を取るにつれてだんだんそういう上っ面の、 あの関係から抜けて、自分自身が上っ面じゃなくなっていくんじゃないかと思うんですけど、で性交渉の質がどんどん上がっていくと、つまり気持ちよい性交渉ができるっていうことなんですね。でそれは私自分の経験から言ってもそれは本当にその通りだなと思います。でもその場合、これはちょっと長期的な関係、まあ長期的って言ってもね、一生っていうことじゃないかもしれないですけれども、ある程度回数を重ねて相手の思考や相手が望んでることが分かるようにならなければ得られない境地です。でその今日本では50代以上の夫婦はセックスレスが 70% に達する勢いなんですけれども、じゃあそうなっちゃった場合どうするかっていうことを次回ちょっとお話しさせていただきます。今日はこれで終わりにします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。